週刊ヨシ増刊後,増刊後イエーイ,イ,エーイダブルピースはい,いややめてください遠藤さんまずオバンらいきますもう神になったんですからねこれすごいですねこれ可愛いですねこのイラスト、えー、ありがとうございます嬉しいですさあどんどんいきましょうまずはみのちさんです新語流行語大賞三十選発表えーこんな言葉が流行ったのかと思うのが圧倒的に良いんですが、うん、えー 今頃この言葉っていうのが一つありましたなんでしょう知らんけど <laughs> <や>これって使ってますけどね野辺さんずいぶん前に知らんけどってよく言ってましたよね言ってました最高ですよ、はい、知らんけど,んけど <laughs> まあ関西を代表する言葉ですけどす、ね、これもし選ばれたら、はい、会場に行って野辺さん花見緑歌ってくださいなんで私なんですか <laughs> ちなみに前日は会社のコンペ前回はダブルペリア爆乗りで優勝しました物部さんのおかげでいいかもわかりませんけど、えー、すごい、ねはい、いや違いますから、はいえー、ラジオネームこちらもですね「はい、物部大名人のご加護ありあり」でございます、えー、ラジオネームがこちらですね「ちきりの賢者さんです」はいえー「代打の切り札の遠藤さん」「当たり札の物部さんこんにちはこんにちは」<laughs> 10月も物部さんの霊剣新たかなことでいっぱいありました<う>まあ小吉とかね中吉大吉これがあったんですけれども、うん、これはいいんです、はい、実は11月4日金曜日遠藤さんのラジオ大福で、うん、アプリ番組連動クイズってありましたね正解したら5ポイント、はい、3回1ポイントそして1名様に100ポイント<う>100ポイント当たったんです、えー、よかったですね これもモノベ大名人のおかげですいや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 実力ですよええすごいこれあの遠藤さんが選んだって関係ないもう全部この類はディレクターでございましたすごい良かったですね良かったですよラジオネームがエジソンさんエジソンさんですねありがとうございます先週たまりませんでしたモノベさん増刊後ごめんなさいね大丈夫ですか遠藤さん 増刊号がお休みだったんで <laughs>、はい、もうショック短縮の上に増刊号「うんはい、物部さんできたらカメラ目線で増刊号がなくてごめんね」って言ったらやってくれましたよね、うん、その瞬間「はい全て解消されました」っていうことだったんですけど <laughs>、はい、あれが最高でした、うん、そこでこれからもお願いしましょう「物部さんカメラ目線で一言どうぞ」と、うんはいうことで何を言うか物部さんカメラ目線で一言どうぞ。遠藤さん 表になってあそこかい、はいえー、その瞬間急に降ったらモノさんどんな神が降りてくるかこれを占いなんですかそれ <laughs> 何を言うかあよかったじゃあ表になったことねダイナマイトボディが好きですもんね今度はちゃんと噛まずによかったもう吉潤 <laughs> の中で何回も噛んでますからね 増刊カいけましたね。そうそうそう増刊カンね、はい、もう今、ね、でもね、はい、あの白標ふむがごとですね。<laughs> そう,そう,そう,そうダイナマイとバーディーって,やって。いい。おる恐るでしたね。えー、また一応もう吉図になって、また吉図になってる <laughs> ええー、まあとにかくモノべさんがその瞬間、はい、どんな神が降りてくるかこれが楽しみですということです。最後はここでくまちゃん。はい。怖いですね。<laughs> みんな大好き増刊カとか言てます。ありがとうございます。 えー「日曜を取り戻したよしみちゃん」えー「ひそかに江ノ潤の手応えを感じたジュディこんにちは」「スタへの道の司会ですね」ねあ「江ノ潤ね」うん「あジュディもう一息だからあと少し頑張ってね」と書いてます <laughs> 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 なんで嫌なんかいこれが「<laughs> あっ今ちゃんくだらないけど今週も付き合ってね」って書いてますねもういろいろこう「<laughs> えー、先週よし潤何曜日に収録したんですか、うん、金曜日ですか?」 えそう「ッツライト。よしみちゃんの金曜日ラジオ大福のシャツの柄と<え>よしじのシャツの柄一緒だから多分金曜日とどんなんやお前は怖い熊ちゃん怖いそんなマちゃんが言います「えー、いつ見ても鼻ぶ部たかわいいん子です」<laughs> たく可愛いんだから。遠藤さん好き。ですよね大好きですよ。ええー、よしみちゃんのシャツの柄からすると、金曜日当たってるんですね。正解でございましゅる。<laughs> おどこの戦国武将や。本当に。まあ、えー、いよいよ徳島マラソンのエントリーが始まりました。そうですね。ねはい。よしみちゃん、どうよ。うん。私言いました。もうそろそろ限界だから、やめるって。うん、まだ、体内年齢四十歳なんでしょう。って書いてます <laughs>。なんでこんな怒り気なんですか。 あんぷくちゃんどうよって書いてました <laughs>。<laughs> どうよって。途中、お稲、お稲荷さん美味しいらしいよって、美味しいんですよ。ああ、言ってましたね。あの、競泳が出してるお稲荷さんがね<ー>最高だよ。ごめん、もう、もう一回で、どんだけ食べるんやみたいな。<laughs> ね、言ってましたね。もう、半田そうめんも最高に美味あ<ー>ただ、残念ながら、<う>一度も口に六回走してで、で、きなかったのがですね。そば<う>米造成。あ。 飲んででそうなんですか場所は？三時間ちょっとで行けないと終わってしまうんです。ああそっか。四 <laughs> 時間も五時間もかかる人間は、<あ>ええー、そば、もう食べられないんですね。もう吸い回で三時間ぐらいで走るやつがね。<laughs> うん、なるほど。 まあ、そんなことどうでもいいけど。どうでもいいんですか。出るんでしょう。出るよね。安福さんと書いています。そこんとこよろしくって書いて。あ、かわいい。あの、今週、ヤンキーすっぱり特集ですか。なるほど。ねよろしく。ものよろしく。ね、あの。好きじゃないです。そうなあの、こういう。知らないです。はい。白い車に、あの、順光って書いて、この、乗ってた。んですないですから。ヒューヒューって言いながら。え、違います。そうですか。はい。 え、載ってなかったやめてくださいあ、違いますか違うのはい、もう長いですから言ってない言ってないはい。ゴールの先にはほっぺプーが待ってるよと書いてある待ってない、待ってない、待ってないですからねほっぺプーしませんからねというわけでございまして遠藤よしみと物部純子でしたまた来週